はい、おはようございます。シャチくんです。よろしくお願いします。でポケモン一匹縛りプレイルビーサファイアチャモバージョン続きやっていきたいと思います。うん、ではアスナだっけ、アスナちゃんからいきましょうかね。この子もまた可愛い。はい、アスナね。あれアスナって誰かの娘みたいなのあったっけ、忘れちゃった。まあここはでもまあ申し訳ないんだけど、ビルドアップを積ましてもらって蹴ります。シンプルに蹴ります。あ、光の壁ね。やっぱこの子がね強くなるのはマジもうなんだっけ、もう結構超終盤よね。まあでも今回はまだメザパガチャがあるんでね、マジで期待してる、メザパガチャには。まあ物理のやつを引いたとしてもまあタイプによっては悪くないしね。まあ控えめなね可愛い性格のピオですが、まあ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  1.1倍、あ、これ 1.1 倍強くなって 1.1 倍低くなるんだよね確か、性格って。あ、攻撃種口なんだっけ、100ちょいあったよね。100だとしても90ぐらいって考えれば低くはない。お、プラス思考でいこうよ。この技だけじゃねどう考えても勝てない。やっぱこいつなんか弱くね。このジムリーダーちょっと弱、防御力高いコータス。この亀俺あんま知らないや。これは覚えている。しかもあいつオーバーヒート使ってきたよ。しかもこれ次のターンで倒せないんで多分で、回復アイテム使われるのだるいんでビルドアップします。なんでメロメロでできないんだビルドアップが。関係ないだろう。日差しが弱くなった。あ、じゃあもういいや、ゲロ 50% を超えていってください。よし、倒せ、もうなんなら。あ、急所やれ。そうか、いやーよくない。いや、あー、なんだ、びっくりした。あー、やっぱそうよね、やっぱ全部のジムリーダー持ってんだよな。どうせハートがエロいよ。やっぱ結局やった方がいいな絶対。あ、うざい。メロメロ強すぎないですか。メロメロってさ溶けないっていうのが強すぎるよね。こんなに当てる条件、ただ異性にやるってだけだからさ、条件難しくない割には能力強すぎない。麻痺になっちゃったし。ああ、いや、しびれプラスあれか、30% ぐらいになっちゃうか。うん、攻撃成功率が多分30ちょいになっちゃうんでね、計算方法は分かんないけど、 50% と 25% が重なると何%ですか。はい、あー、メロメロ強すぎるって。メロメロの記録作ろう。やっぱ今2回連続いくぜ。3連続、これ 50% だよね。あ、でも俺のね、あー、うざ。俺 50% の最高継続6なんだよな。更新したいとこですね。これで4回目。ほら、4回目。あのね、こういう時はね、そっちに頭をシフトすると、イラつきが軽減されるんですよ。ほら、5回目。あ、やばい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 。え、耐えるこれ。ひどくねえか、これはひどい、許せない。はい、ということでね、さっきのオーバーヒートはひどかったな。まあ急所じゃなくても負けてたかもしれないけどね、にしてもだよな。スモークね、あれさっきスモークなんかやってきたっけ。一回お昼ご飯を挟んで、うわー、安定の一発毒。お昼ご飯挟んだから忘れちゃいましたね。日本バレー。あー、そういえばアスナー、あ、アスナだっけ、あれだったね。誰かの子娘じゃなくて、アツラの孫かな多分。うん。なんかセリフちゃんと読んだらおじいちゃんがなんとかって言ってたんで、まあ、ちゃんとは読んでねえや。おじいちゃんっていう文字だけ見えただけだね。なんで
多分カツラの孫だね、この子。カツラもサングラス外せばイケメンなんだろうな。まあ、マジで、つかまただ。またすげえ死んだくせ。ラリっちゃうな。多分今、ベランダのペンキを塗ってますね、また。この声多分外まで聞こえてんだろうな。インナーで決まっちゃわないのかな。これてか入院一撃で倒したな。あ、でこれで進化ね。てか進化させてから来ればよかったような気もするよ。あ、でももう大丈夫でしょう。あ、でも俺さっきメロメロどうだったっけ。メロメロ何連続で失敗したんだっけ、忘れちゃった。4ぐらい記録更新できるかな。そもそもメロメロって、ま、してこないか。あ、してこないね。じゃあこれで終わりです。まあ、ずいぶんあっさりだな。なんだよ。いや、まあレベル差すごいもん。いや、ここってなんかいつも思うけど、ここのレベル差ひどいよね、4つ目の。あれ、お腹は出してないのか。いや、お胸がでかいぞ、多分。胸だいぶでかいな。推定 E カップぐらい。もっとある。2800円。あなたにこれをあげる2800円だった気がするけど。あ、進化ね。若しゃも。今回のパート若しゃもがサムネな気がするけど、数分で終わったね。はい、そしてはい、馬車もかっこいいね。馬車もかっこいいよな。うん、やはり足がでかい。ブレイズキック効果知らねえ。急所に当たりやすく、たまにやけど状態にする。いや、結構強いな。威力が60、二度蹴りって60万だ、実質。すごい。でもだいぶ強くなった。まあ、二度蹴りかな。まあ、二度蹴り。まあ、PP 的にまだあってもいいけど、まあいいでしょう。ブレイズキックのアニメーション楽しみですね。バシャーモ以外に使えるやついんのかな。バシャーモのための技みたいな感じするけどな。やけどにする上に、蹴りね。バシャームに合わせて作られた説はあるけど。あ、オーバーヒートね。ワンチャンありだけどな。ちゃんと攻撃力も高ければね、あれだったんですけど。じゃあ次行きましょう。はい。ということで、親父。パパって書いてある。パパって呼ぶのかな。まあ、まだ12、3歳ならあり得るか。あとね、ミスりましたね。皆さんはとっくにお気づきだと思うんですけど、俺はブレイズキックを、格闘技だと思っていました。最悪なんだけど、これどうする。火の粉マジいらんよ。うわー、から元気ね。いや、強っ。いや、強いな。いや、しかもこれ気合パンチ当てられちゃう可能性ある。命中力の低いブレイズキックのせいでね、全然急所にも当たんないし、やけどにもなんないし。ブレイズキック、威力90の格闘技あれば戦利余裕やんって思ってたのに、こっちは。危な、これ。やけどになったら負けてたぞ。なかなか危ないですね。とか、やけどにしたら負けちゃうんだけど、これどうしよう。でも、攻撃技がない。これしか。早めに格闘技をゲットしないと勝てないですね、これは。なかなか危ない旅になっちゃった。まあ、強いて言えば穴を掘るだけあるけど、うん、いや、せめて穴を掘るのがまだマシか。で、ケッキングね。ここ、火の粉やってりゃ勝てるでしょ、って。あ、から元気もあるのか。いや、危ない。怠けている。あ、そっか、怠けてくれんのか。あ、危ない、危ない、危ない。まあ、これ、火の粉で OK。これ、集中高めた後、怠けるっけ。まあ、わかんないけど、これで終わりですね。はい、弱すぎ。父さん弱すぎるよ。なかなか2時間弱で超えてしまった親父のことを。千里さんどんまい。まさかシャチくんに息子をくんづけで呼ぶ親父。うん、なんかすごい上級国民の家だったらありえそうですね、くんづけで呼ばれること。
で、波乗り。あ、波乗り、あ、ここで手に入んのか、隣で。どこまで火傷になると、技の威力が倍になる。この技、俺いいんじゃない？ああ。あ、泣いたの？あの、空元気一応覚えさせよっかな。火の粉よりはマシよね、今の段階では。はい。ということで、天気研究所ね。あ、ここで休めるんだよね、確か。はい。なぜか、ここのベッドだけ、ポケモンも回復するというね。そして、かがりさん。うん。好きです。食べり方以外全てがタイプです。めっちゃ好きだな、やっぱ。うん。これ、夏目を完全に超えているね。あ、そしてね、空元気に変えました。うん、キノコをね。かっこ悪い。まあ、ブレイズキックは格闘技じゃないせいでね、火の粉を忘れさせる羽目になってしまった。ああ、完璧な太ももでした。うん。一緒に寝ませんか。ここなんだっけ？あ、ポアルンか。ポアルン男やね。別にいらないポケモンを勝手に渡される場所ね。うん。これってなんで、俺なんか話の成り行きちゃんと見てなかったのかな？ポアルンってここ手に入れない。どうなの？なんで手に入れなきゃいけないんだろう。まあいいや。なったきもまあもうね、やっぱ忘れさすことにしました。道中ね、考えて、まあ途中でお昼寝もしたんですけど、まあいらないよね。なくても大丈夫でしょう。で、砂かけともうすぐ手に入るメザパを変えて、あれ、あ、こっちか。かがりさん、こっちか。さっき下っ端って書いてあったか。はい。ああ、全然ごめんなさい。下っ端の方が好みですね。下っ端の女性、めちゃくちゃ可愛いです。好きです。今んとこ全部のキャラで好きかも。かがりさんはまあちょっと違ったわ。まあ美人さんですけどね。で、ぐらいな。あー、ここでね、格闘技がないという痛恨のミス。まさかの。はい、で、40レベルね。攻撃が3も上がったな。攻撃の方がやっぱ高えのか、種族値は。あんま見てないですが。うん。あ、で、勝手にね、このコアルンをゲットと。天気によって姿を変えるポケモンなんだよ。はい、全然いらないですね。姿変えてどうなるんだろう。タイプもそれになるってことか。はい。で、ライバル戦か、行きましょうか。二度やりを忘れたことによる弊害が生まれなきゃいいけどな。あ、持ち物変えればよかったかな。まあいけるか。まあてか砂かき、いやでも砂かきやっぱないと無理なんかな。弱点のポケモンにさ、やる技が圧倒的にないよね。おらキノコを燃えてる足で蹴りつける。冷静に考えるとめちゃくちゃ残酷です。あ、そういえば図鑑見てないな。あ、ドンメル、え、ドンメルからなんだ。まあ、カラー元気積んどいて、あ、急所か、今か。カラー元気積んどいて、あ、間違えた。ビルドアップ積んどいてから元気の方が良かったかな。沼黒ね。威力70でしょ？ 90 だっけこれ。あ、80か。140で70。70。一緒か。じゃ、急所出るからブレイズキックの方がいいよね。命中低いとはいえ。はい。やけど。うん。これブレイズキックさ、多分20発ぐらい打ってるけど、急所も出てないし、やけどもさしてない気がするんだけど、気のせいかな。はい。まあ、力こそパワー。完全に、合流しました。やっぱライバルは橋の下以外は大したことないですね。あ、秘伝マシン2ね。ありがとうございます。うん。カードぶつけられない。はい、はい。出ます。うん。まわきジムってどこだっけ？まあ、わかんないけど。じゃあまあ、ひまわきジム行こうかな。きっと次だよね。はい。そしたら、ひまわきね。
メザッパーと、あれ。砂かけ買いました。うん、砂かけもいいや。大丈夫。そして、太鼓さんね。ここの隠れ音で、メザッパーをね、解放しましょうよ。水か氷かな。水ってでもこの後いらないんだっけ？まあ、電気かな。電気、氷、水。うん。まあ、てか、特殊技。お願いします。頼む、マジで。はい、格闘ではない。毒タイプになった！うわ！いらねえ。いらねえ。毒か。かなり上位でいらないんじゃない？毒？冷静に考えよう。毒が抜群取れるのは、あ、いらないね。あとは？え、毒って他に何弱点ある？ただっけ？こんな弱いことある？え、全然思いつかない。え、なんだっけ？毒が抜群取れるのは、え？全然思いつかないけど、とりあえずいらないですね。まあいいか。威力が高いのか低いのかもわからんかったけど、とりあえずジムに行くか。いやまあ低かったよな。え、待って、カラー元気と同じぐらい与えた？そこそこ。まあそれならこいつで試すか。うん、鳥ポケモンね。いやーマジかー。せめて特殊技にしてほしかった。エスパーとかでもよかった。なんなら悪とか何にも良くないな、なんか。はい。あー、まあ、確認は取れないけどね。威力は高いんじゃねえか、これもしかして。あー、レベル30の堂々にアングラ与えたと。なるほどね。はい。はい。そしたらね、まあ、威力多分、40、50でしたね。全然いらないですね。まあ、ということで、さっさとね、次の技覚えてほしい。スカイアッパーかなんか覚えるはずなんで。まあ、それと変えるかな。スカイアッパーってさ、空を飛ぶ相手にも当たるって書いてあったけど、空を飛ぶってもう抜群取られちゃうから微妙だよ。あ、切り裂くね。まあ変えましょう。いきなりね。いやー、この砂かけを忘れさせたことによっての弊害大丈夫かな。アイアームドさん、大好物です。フレーズキック、そういえば今まだ外してねえな。急所も出ないけど外しも出てないね。外れるより急所の確率の方が高い気がするけど。あ、ペリッパーちょうどいいじゃん。あ、守る。ペリッパーって目いっちゃってるな。目ちぎれてるよ、なんか。真ん中から。はい、急所当てろ。うん。やっぱな、微妙な技だよな。切り裂くと引っかくアニメーションほぼ一緒なんだけど。あー、すごい傷薬。なぎちゃんね。名前はめっちゃ好きだな。ミスターフルスイングの、あれだね。マネージャーと、中西高校のマネージャーと同じ名前ですね。すごい傷薬、また使われる。ツバメ返しがちょっと怖いんだけど、むしろ急所を出されて負けるさ、まである。こっちがずっと切り裂くしてるのに。切り裂く8発目にしてまだ急所が出ない。そうなの？こんなに出ないの？チルタリス。嫌な技。あ、全然食らわない。あ、そんなもん。なんだ、怯えて損した。あれ、あいつタイプ何？え、水飛行？水だっけ？え、ドラゴン？いい、あれな、恐ろしい技やられたけど。あー、でもまあ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 、40、
ダメがこんな上がるんだ。攻撃の一段階ってすげえな。あ、自信あ。もう一回竜の前やられたら負けるぞ。あら、あ、てかすでに負けるぞ。え？あ、え？あ、危ない。やれ、やれよ。あ、危ねえ。なんかすげえ危なかった。ギリギリの戦いでしたね。うん。全然泥臭い戦い方だったのに華麗な戦いって言ってくれた。ツバメ返しも覚えるよね、確か。うん。切り裂くよりはいいんじゃないかな。はあ。避けれないっていうのいいよね。当たん、あ、外れないか。まあ、次行きましょうか。はい、じゃあミナモシティね。で、ライバル戦から行こうかな。ここ、ライバル戦の間隔短ない。え、本当は、あれか。送り火山から行くのかな。送り火山はどうしようかな。別に何もないよね、あそこ実際。あ、大スバメになってますね。まあ、ブレイズキック。はい。特攻高いからさ、大文字ありだよな。能力見ようか、ちゃんと。あと図鑑か、忘れてた。やっぱ攻撃特攻、あー、やっぱ攻撃がだいぶ追いついてきてるな。ここまでで行くと物理技使ってもいいなーってなるよね。そうなってくると自信覚えるから自信もいいな。自信もなー、別に通る相手いないからな。悩ましいよね。あと格闘技は、うん。むずいな、なんか技。あ、急所？必殺。必殺？やっと2回目。途中で1回だけ出たんだけど。20発は使っているはずなのにな。10分の1で出る。10分の1いいか。燃やし尽くしてやろう。あのキノココフずっとかわいそうなんだけど、なんかこのキノココがキノガッサになるの。といえばだいぶ違う見た目になるな。タチくんくんってずっと言われる。うん、後ろに帰るつもりだって。うん、うん、こいつ本当にこの後見城で戦えたりしないのかな。御三家の最終進化ぐらい見してほしいよね。おい、そしたらね、トクサネジムね、行きましょうか。例の通り、まあ、いつもの通りね、前回やったとこから、また1日2日いたんで、全然記憶にないな。あと、トクサネシティってマジ影薄いよね。これマジダイビング取るためだけのジムなのかな。これマジで影薄いよな。影は薄いけど、ジムは強い気がする。ルナトーンとソルロックのタイプがわからない。まあこれはジグザマグマを生贄にビルドアップですね。で、この間にジグザグマは尻尾でも振ってもらいましょうか。ビルドアップして、おそらくジグザグマに、あ、待って、これ最近でダメじゃん。危な、格闘タイプだわ、やべえ。完全に、あー、盲点だった。あ、全然無理だわ。いや、ま、うん、はい、あ、あ、タイプがわからない。今一つ岩か、岩だか、岩なんだね。岩エスパーか。やば。え、ここどうしよう。積んでる。はい。ということで、これだいぶやばいね。格闘技、でもどの道二度切りあったところで一緒だもんな。いや、だからこれもうブレイズキックでどんぐらい与えるか、ですよね、要は。くらえ！急所当てろ！あはっ！
終わった。いやー、これでも積みじゃねえ、ほぼ。打破する方法が全然わかんねえや。あー、でももうちょっとレベル上げればって感じか。これで、急所当たればや、倒せないね。大文字に変えたところで無理だし、オーバーヒートでも無理だもんね、これ。はい。まあ、ということで、もこれ完全にレベル上げですね。初めてだわ、一匹縛りでこんなの。はあ。はい、ということで、レベル上げてきましたと。50まで上げて、不思議な目4つあったんで、4つ使って54ですね。一応、オウム返し覚えました。まあ、とはいえ、ブレイズキック、どっちから狙ってたらいいかよくもわからんね。いいじゃんやったぜ。やってる？やってるよね？オッケー、やったー。ビビった。あ、そしてジグザグマのレベルが上がいっぱい上がった。これいけんじゃないの？めっちゃ上がるな、600で。まあ、これは、多めに見てくださいね。再起ね。ああ、ジグザグマに再起ねね。なるほど。これ、だってブレイズキックでしょ？おら急所出せ！うわ強い！あ、やった今まで、あ、やった！くそ、催眠術外したけど、オウム返ししたかった。急所で勝てるぞ。え、勝てんじゃない？普通にこれ。やれ！うん、あ、おや、いや、待って、これ回復されるだろ、多分。いや、回復の薬を使ってくんだったらオウム返しもいいんだけどな。いや、でもブレイズキックだね。あ、すごい傷薬か。あー、そっか。いやー、眠りの方がいいな。くらえ、急所出せ。じゃあ、あ、急所出ない。あ、でもこれいけるぞ、いけるぞ。おら、やってくれ、マジで。あーひどすぎる。あー、戦ってねえんだ、これ。あ、まだあるのか。切り裂くにしちゃった。急所出せよ。あー、残念。まあ、どの道、いや、でもこれ俺ミスったんじゃねえか、これ。よし、当てるね。まあ、当たんないという最悪な結末も考えられるからな。あー、ついに催眠術当たってしまった。いや、でも、一撃やってどうなんだろうね。いずれ火傷で勝てるね、これなら。何でもなおし。うわ、まだ使うの？ずりーって。3個目よ。こんな使うんだ。よし、いや、ブレイズキックがいずれ外れそうでマジで怖い。やったこれ結構ひどくない？やっぱ CPU でもね、こういうこと起きるんですね。いや、ギリ倒せねえんだよな。あ、でもこれで終わりじゃん。終わりだよね。やりましたー。お疲れー。もっと苦戦すると思ってたー。やりましたー。久しぶりのシャチくんの爆運を見せつけてやったぜ。いやー、でもねー。てか、ルナトーン一回も攻撃してこなかったな。攻撃してこなかったってことは、一撃でやれることはないってことだね。瞑想、まあ、あ、まあ、瞑想、ルナトーンって確か瞑想も使ってきたよね。まあ、それをオウム返しするという線もあったんだけど、まあでもそれやってもどうせ負けちゃうか。まあ、とりあえず、ソロロックで急所出たのが最高でしたね。そしたら、海底、なんとか行きましょう。はい、そしたら海底洞窟ね、行きましょうか。例えば一応、バシャーも持ち物、のんきの子を持たしている。うん。持たしてるから、それで避けたのもあんのかな。のんきの子で避けた時って、ちゃんとそういう表記されるんだっけ？はい、ということで、かがりさんね。まだ、あれ？俺まだ映しなかったよね。うん、この喋り方以外は完璧なかがりさん。
でも俺が今一番夢中なのはマグマ団の下っ端。いやでも可愛いわ。手もなんか獣みたいのつけてない？できれば尻尾もお願いしたかった。いやでもここでやる技ねえのよな。オウム返しって使うのかな今後。なんかむずいよな。やっぱさ、金銀とか初代ですら相手の技まで全部把握してないのに、3世代目なんか特にわかんないから、どの技取っとけばいいかわかんないよ。ぐらいな。ああ、まあね、威力下がると。59かなんかでスカイアッパーとかいう、俺のね、知らない技を覚えるけど、飛び跳ねたり空飛んでる相手にも当たるっていう全然魅力のない技。魅力あんのかなこれ。魅力ある技だったら申し訳ないな。かがりさん結婚しよう。もしかしてだけど、かがりさんと結婚すれば漏れなくマグマ団の下っ端もついてくるのでは。うん、今とてつもなく天才的なひらめきだったと思うんだけど、どうだろう、かがりさんとの結婚を決めてしまえば、漏れなくメイドさんとしてね、マグマ団の下っ端の女の人も一緒に来てくれたりしないのかな。あ、で松房さんね、そんなどうでもいい話は置いといて、どうでもよくないな、やっぱりこれ日ハムの新しいユニフォームに似てる。ちゃんと見てないけど、まあこれレベル上げちゃったからね、まあ上げちゃったってまあ悪いことじゃないんだけど、まあどの道してんので上げるんでね、まあ大丈夫じゃないかな。なんならグラードンが危なそうだけどな。自信耐えねえよな絶対。あのビルドアップすればいいか。ビルドアップからのオウム返し。ああ、やったなお前バカなやつめ。おい危ない。こっちがこれで決めてやるぜ。おら、倒すよねこれさすがに。あ、オッケー、危ねえ。3世代目でもオウム返しを使いこなしていきます。アクロバットね。いやどうなんだろう、かい、いや待って、これやばいじゃん。やばいといえど、いや勝ったか。翼で打つしか知らねえ俺には。あー危ない。56、あ、大丈夫、これなら大丈夫。待って、エアカッターって急所当たりやすいとかそういうオチある。倒せばいいだけ。ふっ、あ、あ、よかった。翼で打つはなんか知んないけどやりました。あー危ない。翼で打つのが強い。どうしてなんだ。でもいい傷薬だ。いやー待ってくれ、倒すかこれ。あ、てか俺クロバットに先制されてたっけ今まで。全然気にしてなかったけど。あ、でもいい傷薬。ここの松房がいい傷薬っていうのはなんかかわいそうだな。ほら、やれ、やりました。で結構危なかったな。松房って冷静にポケモン強いな。普通に手持ち強いよねこいつ。過去の、だってこいつ幹部だよねただの。あ、ボスか。まあボスか、まあ、榊よりは弱いかさすがに。はい、ということでね、こういう、うわ、めっちゃ怖い。近づいてくんのめっちゃ怖いな、なんか。うぇーい。すさまじい跳躍力。はい、で、マグマ団がね、間違えちゃって、海がなくなると。どっちかというと、あれ？実際のところ地球ってどっちがなくなるとやばいんだっけ？まあ、海だよね、多分。さすがに。大地が減ってもどうにかなるもんね。埋め立てりゃいいもんね、きっと。そう、合ってるのか分かんないけど。はい。では、グラードンまで行こうかな、今回は。え、どうせ、ミクリでも苦戦するんだよな。あ、大悟さん。ちょっと遅いよ、来るのが、いつも。大悟さんが頑張れば、マグマ弾簡単に落とせるのに。よし、そしたら、行きましょう。ルネシティね。はい。はい。そしたらグラードンね。え？泣いてる。
ブラードンやばくない？結構、勝てないんだけど多分。どうしよう。地震で半分以上受けたらもう無理だからな。歩き方だけだいぶアナログだよな、こんなにアドバンスで発展してんのに。逃げてもいいのか？逃げれるんだっけこれ。尻尾が完全にバリカンみたいです。日差しが強い。日差しが強いだったらブレイズキック2発で落とせるんじゃない？地面だよね。はあなんかごめんなさいお疲れグラード。伝説のポケモンなのにビルドアップみたいな、そんなことしないでよ。お疲れさんかわいそう。グラードンを簡単に葬り去る動画です。グラードンは再び眠りについたようだはい、まあそんな感じでね、今回この辺りで終わろっかな。多分ミクリ苦戦しちゃうと思うんで、わかんないけど、ミロカロスとか倒せねえよな多分。まあどうなるかわかりませんが、まあ次回やっていきます。無音で怖いな。はい、そんな感じでいつもご視聴ありがとうございます。コメント高評価も本当にありがとうございます。また次回もよかったらよろしくお願いします。バイバーイ。